やっと始めた人かもしれない、うん、やっと始めた猛者かもしれない。さあ第2戦、こちらはメカナルトの覚醒型。あ、かぶった、かぶった。相手はメカナルトの扇型。これもうあれだね、自力が出るね。そう、うわこっちのメカナルトが強いか、どっちも強いか。はい、覚醒して、覚醒したいですね。開幕直後に覚醒して。いきなりですか。むちゃくちゃすぎる。ちょっと外野がむちゃくちゃや。勝てるかどうかも怪しいのに。さあ行きましょう。戦闘開始。あ、早い。危ない。よし、当たった。俺から戦が。開幕多いですね。開幕初っ端から多いです。ああ、やり返した。やり返したか。あ、早い早い。積極的に奥義を狙ってきますね。遊んでる遊んでる、絶対遊んでるよ。挑発してきてる。あー、ダメだ。あー、ちょっとすげえな、当たってるよこれ。いやいや、まだこれからですよ。これ完全に数打ち当たる作戦ですね。がっつりいった。あ、危ない危ない危ない。代わりにしましたよ。代わりにやってたと。そう、舐められてるやんこれ。さあ、2発目の奥義。うわー、ライフはもう全然ないですよ。準備完了。半分の3億が削られてますから。投げ、あー、連携奥義だ。危ない。ああ、やめ、代わりにしたって。これはもうダメですね。これはこれはそう、これが、いや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 、これが自力の差ですからね。まだ戦歴浅い方ですから。彼は将来有望ですね。いやいや、3回当たりました。何やってるんですか。本当にこれ完全ノーガードみたいな辛辣。何やってるんですか。さあ、あっさり負けちゃった。